前かがみで腰痛が辛い人におすすめふくらはぎほぐしをお伝えします。はい、こんにちは。整体院海藤院長の岡田です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日はですね、腰痛の方で前にかがむのが辛い、方に向けての、ふくらはぎのストレッチをお伝えできたらなと思います。これは何かというとですね、やはり腰痛の方っていうのはこのお尻だったりとか、あとは、太もも、あとふくらはぎですね、そういったお尻の後面の、お尻からもも裏、ふくらはぎ後面のところがかなり硬くなっている方が多いです。で、前にかがむとすごい足が突っ張りますっていう方が非常に多いと思います。これは何かというと、やはり筋肉が硬くなってしまって、うまく伸びなくなってきてしまっている、そういうことで突っ張り感を感じるっていうところもありますし、あとは股関節がしっかり動かせていない、まあ、あとは足首が硬かったりとかすると、こういうふうに前にかがむのが辛くなってきてしまうわけですね。そうすると腰だけでこういうふうに行こうとします。本来であれば股関節がしっかりこう、お尻が後ろに引いて股関節がしっかり動いてくれて、体がこう前に倒れてくれればいいんですけど、ガチガチに硬くなっているとこういう形で行こうとしてしまうんで、腰が痛くなってしまってるって形になります。で、今回はですね、ふくらはぎのストレッチで、腰痛を解消する方法をお伝えさせていただきます。また股関節周りですとか、お腹周りですとか、そういったところの、ケアの仕方っていうのは、下の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。じゃあですね、しっかりやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではですね、ふくらはぎの方のストレッチをやっていきます。まずですね、四つん這いになっていただきまして、このような状態ですね。この状態から足を伸ばしていきましょう。で、こう三角になるようにしていただいて、かかとはしっかりつけていただきます。で、この片方の足をですね、アキレス腱のところに乗っけちゃいます。で、この状態で後ろにぐーっと、お尻を後ろにぐーっと引くようにすると、ふくらはぎが伸びてくると思いますので、この状態で伸ばしていきます。で、この時に腰をぐーっと反っちゃうと腰痛くなりますので、この状態、なるべく三角のポーズをキープしていただいて、後ろに少しぐっと体重をかけていくと。で、かかとはしっかり浮かないようにしていきましょう。この状態で30秒伸ばしていきましょう。それではやっていきます。はい、じゃあ今度ですね、反対足ですね、反対の足をかかとを掴んでもらって、しっかりと足を乗っけていきます。かかとが浮かないようにお尻を後ろにぐーっと引いていきましょう。で、ふくらはぎが伸びてるなと思ったら、そこでまたキープです。で、この状態で30秒やっていきます。それではやっていきましょう。はい、お疲れ様です。かなりですね、このふくらはぎが伸びたと思いますので、四つん這いの状態でやる方法が以上になります。はい、じゃあ続いてはですね、このタオルを使ったやり方をお伝えさせていただきます。なるべくですね、分厚めの方がいいかなと思います。私の場合はバスタオルを2枚こう重ねているような形ですね。で、この状態でこのバスタオルをぐるぐるって巻いていただいて、まあ、ちょっと小さめの台とかでも全然大丈夫です。何か代用できるようなものがあればそれでもいいかなと思います。このような形にしていきます。床に置いていただいて、で、この状態でですね、つま先だけ乗っけるような形です。で、もう片方の足は前に出します。で、かかとはしっかり床につけるようにしましょう。で、この時点でもふくらはぎは伸びてるかなと思うんですけど、この時点で一回ですね、気持ちこう膝をちょっとグッと落とすようにしましょう。
で足首痛い方はちょっと要注意していただけたらなと思います。でこうするとですね、さらにふくらはぎの奥の方の筋肉が伸びていくような形になりますので、この状態で30秒伸ばしていきます。で姿勢が丸くなっちゃったりとかするとよく伸びないんで、しっかり姿勢を伸ばした状態ですね、そういった状態で伸ばしていきます。じゃあこれで30秒やっていきましょう。それではスタートです。もう深呼吸してリラックスしていきましょう。はい、この時ですね、30秒だったらゆっくり足を戻すようにしていきます。はい、では終わったら今度逆足です。つま先だけまた乗っけていただいて、前に足を出していきましょう。でかかとはしっかりつけるようにしていきます。で膝をちょっと落とすような形ですね、ぐっと。で足首痛い方は注意してください。で姿勢をもう一回伸ばします。この状態でまた30秒です。これでじゃあやっていきましょう。はい、じゃあスタートです。はい、で足をゆっくり戻していきましょう。はい、お疲れ様です。じゃあですね、今回は一応バスタオルでやらさせていただきましたが、まあ、例えば家の段差ですとか、あとは私は結構癖とかでやってしまうんですけど、エスカレーターだったりとか、そういったところでも結構伸ばしたりもします。なので日頃からふくらはぎっていうのを、伸ばすような意識を持っていただけたらなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、いかがでしょうか。今日はですね、前かがみ、前屈になるときに腰痛が出てしまう方に対してのふくらはぎのストレッチをお伝えさせていただきました。やはり腰痛の方で、ふくらはぎ周りが硬い方は非常に多いですので、今日のですね、四つん這いの方法、そして、まあ、タオルを使ったやり方ですね、こういったものを参考にしていただいて、日頃からふくらはぎを伸ばすようにしていただけたらなと思います。ぜひですね、諦めないでしっかりと継続してやることが大事になってきますので、ぜひ頑張ってやってみてください。今日の動画はこれで以上になりますので、今日の内容がですね、良かったよという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。